海作り大会で行幸を消された時に、うん、あ、その前もいらした前、なんか8月、あ、11月にいらしたことあって前なんかほら、牧師公園から大根山で日の丸で行進して、いや提灯行列、あ、はい、提灯行列、あの5000名ぐらい来た時のやつです。7000とか、はい、あの提灯は5000用意したんですけど、7000名、はい、いました、人が来て、あ、いました、私もいました、他の大根山みんないましたね、ミキちゃんもいました、いないかいないかのね、わざわざ高校生ぐらいから、はい、来て、え、全然、あ、僕大学の時だったんで、あ、本当、来て、どこの大学行った、僕は東洋大学ってところです。洋大というと文京区です、白山、はい、白山、白山です、白山、そうですか、なんで、まあ、結構皇室の話、はい、どうですか、入ってみる、あ、どうぞどうぞ、あとで、あの、支払いします、あ、はい、わかりました、じゃあ大丈夫、あの、秋とか大丈夫です、あ、OK、じゃあすいません、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。失礼します。はい。これちょっとボリューム上げてもらってもいいですか。はい。と、これはどこ線つながってますか。これです。上がってますか。もうちょっと。はい、はい、OK です。全然中ですか。よし。よし。カードつらいからね。はい、いいですね。いいでしょ。はい。もう大変だよね、朝ね。めっちゃ。あ、もう見ないようにしてます。でも、こんなして自分のカードを全然映りながらやってるでしょ。はい。がっつりを、それここにカメラがあって。あ、そっか。あ、そんなにアップでやってるんだ。はい、やっぱり。もう朝から見せられるような。すごいね。顔じゃないよ。このナルさん書いたアンジュのリターンはみんなで言いますから、アンジュのリターンは言ってくださいね。はい、わかりました。すごい、こんなにいっぱい資料を準備してきてるんですか。そうそう、すごい、これ全部読めないのよ、1時間で。でもすごい、ちゃんとしっかりしないとね、ちゃんとやっぱり、すごい、まあ、ダメなのよ、あの、で、あの、喋れないわけよ、行こうかな、はい、15秒前、全然、はい、はい、5、4、3、2、1、帰ってきた。アンジのリターン、ということで、はい、さあ、ちょっと今日暖かいですかね、ミレイさん。暖かいですね。ね、昼間はかなり暖かくなりました。ね、今日はね、はい、ちょっとね、違う方がいらしてますよ。ね、はい、はい、こんばんは。木曜日のモーニングゲート担当してます、さきみきです。よろしくお願いします。すごいですね。みきちゃん、朝からこっちいるの？ってるんです。いや、違います、ね。すごいね。一度お家に帰って、はいはい、そうですか。またのバイトして、おお、ご苦労様でございますね。いろいろね、はい、はい、大変です。ということでございます。はい、さあ、今日も宜野湾ヒルズ通り、はい、FM 宜野湾のオープンスタジオから全世界に向けて生放送でございます。はい、はい、なるさんの帰ってきた、はい、アンジのリターン、帰ってきた。はい、ですよね、はい、アンジのリターンですね。はい、はい、アンジのリターンがテーマですから。そうでしたね、帰ってきた、失礼しました、ウルトラマンですよね。番組ではメッセージも募集しておりますよ、はい、メールアドレスは、はい、797@fmginowan.com、はい、797、あ、ごめんなさい、マイクが落ちました、はい、797@、はい、今落ちましたとか言ってダメなんだよね。あ、そうなんですか。そうそうそう、受験シーズンだから失礼いたしました。797@fmginowan.com、はい、また FM ギノワンでは、うん、ユーストリームで映像と音楽をネット配信しております、はい、そして、はい、サイマロラジオでネットラジオが聞けますの で、ね、はい、FM ギノワンのホームページから見たり聞いたりしてください。そうですね、ツイッターも連動しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、この番組は沖縄の今を憂い、はい、この島の誠の未来を開かんとする、はい、熱き情熱のスポンサーの方のお力添えでお送りいたします。はい、うん、
はい、そう追い風ですね。言えたわ。はい、はい、改めましてこんばんは、メインパーソナリティのなるさんです。はい、こんばんは、みらいさんです。はい、こんばんは、さきみきです。よろしくお願いします。さきみきちゃんっていうの？そうなんです。さきさん、さき浜みきちゃん。いや、本当の名前はさきまみきなんですけど、うん、あ、それではさきみきちゃん。そう、学校にみきがクラスに8人もいて。おー、あー、すごいですね。名字と名前を組み合わせてさきみき。じゃあ大みきとかいるわけね。あ、います、います。石みとか。石みみきじゃなくても石み。あ、もうみきっていうのをめんどくさい時は石み。石み、あ、何でも略しますね。若い人は。未来さん面白いですね。ね若い子たちのね。いや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 、はい、もうだいぶね、我々のあの、うん、娘より若い、娘よりか若いですね。まあ孫ではないけど、ね、10代ですか、まだ。いや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 、いやいや、放送、いやいやいや、あ、違う、自動気象に引っかかりますよ。そうなんです。10時以降いたらね。そうなんですね。もう結構年いってます。22です。ああ、そう、まあでも結構じゃないですよね。いや、めっちゃ若い。22か。22です。今日は未来さん、はい、いきなり平均年齢が下がりましたけれども。20でも22だったら孫でもおかしくないんですよ。大学4年生ですよ ね。そうなんです。うん、多分おかしくないですよね、年齢的にね。そうなの、そんなに年なの未来さんは。いや、だって25で結婚して子供産んだらもう超えてるでしょ。22、40、それでも7だから、うん、僕ら47のレベルじゃないから、はるかにも、だからもうあれでしょ。で、その子が例えば二十歳ぐらいで子供産めば中間になるじゃないですか。なるほどね。ちょっと話がこんがらがってます。、はいはい、あ、そうですよね、はい、確かにね、うん、はい、はいはいはい、ということで、はい、CM からいきましょうかね。そうですね、はい、CM 先に入ります。はい、そうかそうか、そうなんです。よしよしよし、22歳ってことはもう大学4年生だね。4年生です。はい、卒業できますかね。大丈夫でしょう。頑張ります、うん、もうこんなに色ってなるの。緩いですか、うん、あ、これか。あ、うん、これか。いつも難しそうな話を聞いてないでしょ。聞いてます、聞いてます。流れてる、はい、流れてます。本当？でもちょっと内容が難しい時とか。あ、本当。今日はそんなに難しくないと思います。浦添市長選でしょ。はい、全然ニュース見てない。小野田さん、小野田さんと、うん、先ほどの市長と、はい、4、3、2、1。はい、今日はですね、はい、浦添市長選挙のお話からちょっと。あ、そうですね、はい、もう旬ですね。してみたいと思います、はい、先週の日曜日ですか、12日そうですね、ね、投開票されました、はい、ぜ、ぜって、で、はい、前職の松本さん、うん、松本市長、はい、現職ですね、ね、現職のね、はい、自民公明推薦の松本さんが、はい、前市議の又吉さんを、はい、8690票差、これって結構大差になるんですかね。どっちなんですかね。まあ 60% ぐらい投票率か。61.37 ですね。61だと、まあ、まあ確かに1万票弱ですからね。はい、うん、これもちゃんと陸新報さん載せてますよ、はいはいはい、でもなんか当確が出るのがえらい遅くなったって言っていろいろ揉めてましたね。あ、そうなんですか、はい、あの逆のね、逆のその、うん、多分又吉さんが勝つか当確出てたら、うん、もっと早いというふうにあらあら言われてますね。だからやっぱ、まあ、保守というか、うん、そういう人に対してはちょっとねできる限りこう、もうやきもきさせたいというか、うんうん、言いたくないっていうのがあるんじゃないですかね。さきみきちゃんは、はい、宜野湾市民ですか。宜野湾市民です。じゃあ浦添市長選挙は関係ないですよね。そうですね去年の宜野湾市長選挙ですね、うん、じゃあね、はい、でもすごかったですよ。私浦添市に仕事に、まあ、ああ職場言えませんけど、はあはあはあ、朝7時前に、うん、もう交差点はね、あの、あそこの大平の、大平、はいはいはい、大平の交差点はもうあのいわゆる松本さん、それから、健太郎さんに合わせて市議、はいはいはい、ああ、そうかそうか、市議選挙がダブル選挙でしたね。たはいはいはい、もう何が何だかわけが分かる旗が、あ、もうねすごかったです本当に。じゃあさぞかし旗屋さんは儲かったでしょうね、うん、多分ね。そこですか。儲かったと思いますね。はい、これはあのー、まあ保守のね、はい、市長さんが再選されたんですけれども、うん、はい、市議選はなんと1位に共産党、うん、あそこはそうですね、
で3位が社民党、はいはい、あそうなんですか。浦添はそうです、市長、あの市議はそうですね、残念ですけど。あそうなんですか、はいはい、地盤があるんでしょうね。ちなみにこのギノワンヒルズ通りに、うん、今はないんですが、うん、前あの角丸派の角丸派のアジトがございまして、アジト、たまに機動隊とか来てましたけれども、はいはい、正式なアジその事務所ですか、はい、アジト、はい、うん、ございました。うん、今浦添に引っ越してるんです。へえ、超有名。浦添のどこにいるんですか。住宅街に、あまり言えない、とある住宅街に引っ越してまして、浦添はそういう方々が集結しているかもしれませんね。ただですね、この尾長政権に変わってからですね、はい、宜野湾市長選挙、はい、宮古島市長選挙、うん、はい、浦添市長選挙ね、この前の、はいはい、尾長さんが、うん、県知事が推薦した方は、うん、はい、いずれも敗れてます、ね、3連敗、オール沖縄というのはもう本当になんていうか化石のような、もう遥か昔の話になりましたね。ね、はい、オール沖縄じゃないですね。部分沖縄ですか。実際オール沖縄ではないですね。那覇と名護だけですから。はい、そうそう、はい。那覇と名護の市長以外の市長は、うん、はい、みんな違いますからね。みんなね、尾長さんと反対なんです。はい、なんと、ね、沖縄11でしたっけ、うん、市長、そうですそうです、市長、はい、市があって、はい、その中の2つだけですね。2つだけですね。はい、9つは、はい、あの尾長さんとまた違う、はい、意見と。はい、だから。決してオール沖縄ではないですよね、うん、だからどこがオール沖縄なのかよくわからないんですよ、誰がつけたんでしょうかね。まあね、はい、言うのは簡単です、勝手ですからね、はい、浦添市 も、はい、うん、もうこの4年間どうなりますかね、うん、結局あの那覇軍港の軍港の ね、 ね移設はもう、うん、はい、そのままこう、ね、そうですね、もうあれはやっぱりね、であとはあのやる、キャンプ金座、はい、キャンプ金座を返してあそこなんか一大国家プロジェクトにしたいらしいですね。あの実は職場に来られたんですよ、松本さん市長、あ、まあ、選挙戦の中で、はいはいはい、これ言っても言ってもいいんですよね、うん、まあ、もちろんその選挙期間中ですから、ね、はい、からあのそういうの熱く語ってましたね、国家プロジェクトにしたいと。へー、あそこのもう最高のなんかそのやる那覇に対するこうアクセスとか、うんうん、空港のアクセスもそうだし、うん、海岸のその港湾港のね条件ももう多分一番素晴らしい場所、もう一つみたいですね。うん、はい、はい、いいですね、楽しみですね、浦添市、楽しみですね、楽しみです。いや、本当 ね、そんな中ですね、はい、先ほども言いましたが、尾長さんね、尾長知事、尾長さん、はい、県知事、はい、これね沖縄の新聞に載ってないかもしれないんですけど、はい、尾長知事が隠蔽把握かっていうニュースが、隠蔽把握、はい、側近が画策、県幹部の不当働きかけっていうのがあるんですけれども、なんか今一つ意味がよくわかる。これね、具体的に何なんかね、県立病院を運営する、はい、事務、うん、事業局 の、はい、あの局長さんの進退をめぐって、はい、県の幹部が辞職を働きかけた疑惑が浮上し、尾長さんの側近が働きかけの隠蔽を画策していることが13日分かった。おー、なるほど。というのが産経新聞。はい、産経新聞ね。まあそれはタイムズ新報は絶対出さない、まあ、のでしょうね。そうですね、はい、そうでしょうね、はいはい、まあ、出してもちょっと一行とかね、うん、アリバイ程度に、はいはい、アリバイ出してるでしょうね、はい、そして、これ昨日の沖縄タイムズ、はい、佐喜真市長の話が、はい、出てますけど、昨日 NHK の、ね、はい、夕方のニュースでも言ってましたけれども、はい、あの普天間飛行場の名護市辺野古移設を容認する考えを明らかにした、うん、はい、これ昨日 NHK では初めて明らかにしたという話をしていました。佐喜真、うん、はい、さんが名護市の移設を容認するということを強調するようなこの何ですか、論調というんですかね、ニュースのね、これ今日タイムス、昨日かタイムスに載ってますね、はいはい、なるほどね、はい、面白いですね、まあ、知事としてはっきり言葉にするかしないかっていうのは大きいですからね、うんうん、はい、あの一貫して佐喜真さんは前から同じことを言ってるんですけれどもね、はい、はい、結局佐喜真さんの立場としては、うん、宜野湾市民の生命、ね、財産を預かる市長である以上、はいはい、この辺野古移設をね、はい、否定できない、うん、結局やむを得ないと、そうですね、うん、ダメとは言えないと、反対すると固定化になりますからね、そうそう、あ、反対派はそれが目的なので、市長の立場としては、はい、辺野古じゃなくてもいいんですよ、はい、とにかく宜野湾市から
あの普天間飛行場をどこかが受け入れていただければいいんですよ ね、はい、市長の立場としては ね、 立場はね、はい、うん、那覇市でも名護市でもどこでも、うん、はい、そうですね、そういうことを、はい、前々からおっしゃってるんですけれども、はい、わざわざ昨日、うん、あの容認する考えを明らかにしたっていう印象操作、佐喜真市長も辺野古推進派なんだよっていう、ね、うんうん、そうですね、マスコミはやっております、うん、まあ、ですね、はい、そんな中、はい、ヘビーリスナーさんからねヘビーリスナーさんからね、メールが笑ってしまって、長いメールがね、まあ、毎度ありがとうございますということで、はい、ちょっと読んでみましょうね、はい、はいはい、勇者 MC の皆さんこんばんは、はい、こんばんは、はい、ヘビーリスナーで番組非公認コメンテーター笑い、まあ、もう公認公式、まあ、いいですね、コメンテーターですね、どうぞコメンテーターになって、あの FM 機能にいらしてね、はい、こちらで、ね、はい、お話になっていただきたいと思うんですけれども、うん、本人なんかね、恥ずかしがり屋でね、はい、あ、そうなんですね、メールで、はい、してるんですよね、これ実在の人物なんでしょうねいやそうですよ、私が書いてませんからねこれはい、わかりました、いいですか、はい、そのラジオネーム、はい、ジノンイズナンバーワンです、はい、ね、はい、もう宜野湾が一番、はい、ということですね、はい、いつコメンテーターになったんかいと突っ込まれそうですが、はい、先日の浦添市長選、はい、現職の松本さんのご当選、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、うん、この勢いでどんどん行きましょう、はい、さて、はい、あの、はい、あの龍丸新報、龍丸新報、なんだ龍丸新報、なんだろうね、なんですかね、みきちゃん、龍丸ってね、なんですかね、なんだろう、これも別に隠す必要ないんでしょ、書いてあるやつなんだね、ほとんど言ってますもんね、2月16日付の一面に、はい、何か気持ちの悪い意図の感じられる記事が載っていたので、はい、ご紹介したいと思います、はい、それは、はい、古代、うん、沖縄の人骨に関する記事で、はい、昭和初期に、はい、京都帝大の人類研究グループが、はい、研究目的で、はい、亡き人尊、はい、運転の、これは桃アンジと書いて、ムムジャナ、桃アジと書いてね、ムムジャナ、ムムジャナ、はい、墓、バカね、墓から持ち出された人骨が、はい、まだ返還されておらず、はい、同じく研究目的で北海道大学に保管されていたアイヌ民族の遺骨は昨年返還されたと伝え、琉球人の遺骨も早期に返還されるべきで、返還を求めている権利は国連が2007年に採択した先住民族の権利宣言で認められていると報じていますが、この記事の根底にあるのは、まさしく新報が言ってるじゃん、新報が主張している琉球民族とアイヌ民族は先住民族であり、少数民族で本土からは差別されており、民族自決権を求めようとの世論へのアピールであり、世論操作だと言えるのではないでしょうか、ということなんですよ。どういうことですかこれは。ね、アイヌと沖縄は日本人じゃないんだよと、先住民族なんだよと、ね、印象付けたいと、はい、琉球新報がね、はい、どうしても沖縄県と本土との分断を図りたいとする魂胆が見え見えです、はい、うん、裏にはあの国が確実に存在し、うん、はい、支持しているのは明らかだと思います、はい、あの国ってどの国ってどっちですか、あの国って何ですかどの国ですかね、まあ、大きい方ですね、ちっちゃい方じゃなくて、あ、大きい国か、はい、大きい方、なるほど、はいはい、どこまで読んだかわからない、まあどうしてもですねどこですか、あ、どうしてもか、はい、そうかそうか、はい、また、うん、同志のコラム、はい、金鉱朴絶、うん、金の口に木の下と書いてね、金鉱朴絶、はい、に相変わらず、はい、東京 MX テレビの例のニュース女子への批判一色で、まだやってるんですか、やってるんですかね、はい、あれほどネット上で乗り越えネットの実態が暴露されているのに、はい、それらには一切触れず、うん、自分たちの側は誹謗中傷など、うん、ヘイト攻撃を受けている被害者であると、はい、ネット社会や BPO、うん、放送人権委員会まで批判の対象にしています、はいはい、その挙句、はい、コラムの締めには、はい、あのナチスドイツのゲーリング元帥の言葉を引用し、はいはいはい、国民を戦争に参加させるのは簡単だ、うん、国民に他国から攻撃されつつあり、うん、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、うん、はい、国を危険にさらしていると主張すればよい、うん、と、これまさしくブーメランであり、うんうん、それは
中共の機関紙が、中共というのは中国共産党、はいはいはい、中共の機関紙が連日大陸で宣伝していることではありませんか、はい、新報は今沖縄の置かれた現実、先島諸島の離島住民の心情を理解しているのでしょうか、してないでしょうね、はい、尖閣諸島では海と空で中共の、中共とは、中部中国共産党中国共産党面白いね、いやいや、中国共産党、はいね、中共って中共地区じゃないよ、ね、はい、中共新聞でも、機関、それは中共の機関紙が連日大陸で宣伝していることではありませんか、はい、尖閣諸島で海の空で中共の脅威を受けている現状を全く無視し、ただ反基地、反米と本土との分断記事のみを報道し、他国、かっこ中共ね、に利する行為を自覚した上で行っているのであれば言語道断であり許せません。でこれで一旦メールが終わった、終わりかと思いきや、はい、まだあるね、あとで待ってね、これも突き出してくださいってメールが来て、そうなんです、はい、突き出しますね、はい、沖縄は間違いなく日本語文化圏の一部であり、はい、大和民族であります、はい、決して少数民族なんかではありません。そうですね、その誇りだけは忘れてはいけません、はいはい、世論操作、情報操作に騙されることのない強い信念を持ちましょう、うん、そうですね、と、うん、ジノーイズナンバーワンさんがおっしゃってますよ、うん、すごいですね、すごいですね、これね、面白い、めちゃくちゃ考えてますね、はい、面白い、この人政治家なのかな、うん、すごいな、歴史学というかその考古学的に言えば、はい、沖縄の DNA と、はい、それからアイヌの DNA と日本の DNA と一致してるんですね、うん、一致してる、一致してて面白いことに、うん、大陸と何も関係ないんですよ、うん、お隣のでっかい大陸、中国大陸と、はい、アイヌって北海道じゃないですか、北海道、そうですね、お北海道も沖縄も、はい、今度も一緒、一緒ってことは、もともと陸続きだった、まあ、同じで、その面白いことに結局通常の歴史認識は、うん、大陸からその地続きの日本列島に、はい、まあ、先住民というか、うん、渡ってきて日本人が出来上がったっていうのが今の、まあ、いわゆるなんていうの、その中心的な歴史認識なんですよ、うん、ところが、はい、これ三里ヶ遺跡という遺跡で縄文人の人骨が見つかって、うん、これの DNA 検査をした時に、うん、この縄文人の DNA と今の日本人の DNA はすごく似てるんですけど、うん、実は縄文人の DNA の前がないんです、はい、前がない、はい、そうなんだ、結局そのどこからその DNA が来たかっていう歴史的考古学的なつながりは全くないんですよ。でその、 おまけに、うん、その縄文人の DNA は大陸の、うん、まあ、はっきり言います、中国とか朝鮮半島、うん、北朝鮮とか韓国の持ってる DNA と全くかすらない、うん、遠い親戚ですらないというふうにその学者さんたちは言ってるみたい、うん、そうですか、はい、そこを中共は何、沖縄、琉球は、うん、そうそう、沖縄、うん、もともとは中国の嘘800です、嘘3000、嘘3000、はい、そうですかと思います。だから面白いですよ、非常にそういうのを見てみると、うん、日本民族というか沖縄も含めて、うん、日本民族というのは南から上がってきたという説があるんですけど、うん、沖縄を通過して日本に行ってるんですよ。だから沖縄の方が実は上というか古いんですよ、ルーツね、はい、ルーツは、はい、スイキャスなんかミラさん来てますけど、ごめんなさい、こっちね、はい、見れないんですね。あ、そうなの。ちょっとなんかちょっとミキさんなんかやってください。はい、こんばんはってくまもんさん、ね、あ、こんばんは、はい、ありがとうございます。はたぽんさんっていう方が、はい、浦添市議会の内訳は分かりますかって書いてますね。はい、なんか書いてましたね。松本市長の姿勢はスムーズに進みそうですか。はい、ありがとう。これ浦添はどうなってるんですか。このなんか当選された人、資料がなかったですか。当選された、はい、あれはありましたけれども資料出てましたね。 ありましたね、はいはい、これで無所属って方だな。でも公明党の方もいっぱいいますし、結構浦添はいわゆる
保守じゃない方が多いですよ。確信が多いですか。うん、確信の方が多いです。そうですよね、数のあれはちょっと分かりませんけど、うんうん、無所属っていう方々はじゃあ確信系無所属なのかな。うん、まあ確信系定数27です、ね、だけじゃないでしょうけど、うん、確信系の方がまあ確信系多いですね。あ、そうですか。方がという言い方は違うかもしれないですね。はい、あとこんばんは、うん、今夜もビシバシお願いしますって、はい、くるみおかさん。くるみおかさんって初めてかな。前回言いましたかね、くるみおかさん。なんか初めてのような気がしますね。ごめんなさい、もし間違ってたらごめんなさい。お茶って書いてるんですけど。お茶、はい、お茶くれたんです。ありがとうございます。お茶、お茶、お茶いただきました、うん、はい、ありがとうございます。さあ、そうなんですね。何の話したっけ、はい、さっきね、はい、まあ、とりあえずその、まあ、DNA の話をちょっと挟み込んだところで、ヘビーリスナーさんの話でしたからね、はい、うん、はい、もうヘビーリスナーさん、そう終わられてごめんなさいね。なんか印象が薄かったのかな。またヘビーリスナーさん、はい、よろしくお願いします。まあその、うん、関連なんですけれども、はい、2月の11日、うん、建国記念の日に、はい、ですね、はい、国守り演説大会というのがございまして、国守り、はい、国を守る、はいはい、ね、これどこだったのかな。国取りじゃないですね、うん、国取りじゃないですよ、はい、東京か、東京、はい、第9回、はい、国守り演説大会で、はい、沖縄県の石戸さよこさん、はい、石戸さんね、聞いたことあります、ね、20歳20歳の、はいはい、また一人沖縄の愛国少女登場、うん、ということで優勝しました。これね、YouTube で最近上がりましたので、ぜひとも見ていただきたいと思うんですが、すごいですよ演説。石戸さんって確かあれでしょ、特別攻撃隊の、あ、石垣の特攻の、なんか関連してる人ですよ。まあ、あ、そうなんですか。石戸さんと名前はね、あ、名前一緒ですよね、名字がね、だから多分何かの関係のある方かもしれません、ね、かもしれませんですね、はい、これですね、はい、764人がエントリーして、はい、予選で勝ち抜いた8名が登壇、はい、そして石戸さんが振り袖姿で登壇し、はいはい、お題がですよ、はい、沖縄が日本であり続けるためにと演説をいたしました。ストレートですね。で、彼女はこの前ほら、はい、ガナハさんとかが向こう行ったでしょ、ジュネーブ、あー、はいはい、なのお腹さんのカウンターに、はいはい、その時ご一緒してるんですよ、この方も。あ、そうなんですか、うん、よく知ってますね。ね、はい、まあ、その方がこう、ちょこっとちょっとご紹介しますね、うん、シャドウさんがね、はいはい、皆さんは少数民族と聞くとどう思われますか、はいはい、おそらくインディアンとかアボリジニを思い浮かべ、はい、虐待、はい、虐殺された悲惨なイメージと重なるのではないでしょうか。私たち沖縄県民は、はい、その少数民族として国連で扱われ、はいはい、日本政府に勧告されているのです、うん、と語りかけ、はい、国内の左翼勢力、国外の反日勢力による国連部隊の反日工作、はい、国土分断工作の危機、はい、背後にある中国の脅威を訴えたということでございます。はい、はいはい、でね、まあ、彼女が言ってたんですけれども、はい、先住民族に認定されました、はい、沖縄は、うん、認定をされるということは、うん、土地とか、うん、領域ね、うん、沖縄県の領域の非軍事化が訴えられると、うんうん、なるほどね、いうことで基地を置かないと、そう、うん、結局米軍基地をなくすために、うん、沖縄は日本人じゃなくて、うん、先住民族なんですよと認定をさせた、うんうんうん、そういうあれがあると。なるほど、ね、だからね、うん、日本人としての魂を捨てようとしてると、うんうん、いうふうに彼女はおっしゃってました。ぜひですね、この第9回国守り演説大会、はい、石戸さんで、うん、検索していただくと彼女の動画が出ます、はい、すごいんでしょ、しゃべり、話し方も。あ、そうなんですか、うん、ぜひですね、はい、短いほんの数分、いや10分もないですね、10分ない、はい、ので、はい、ぜひご覧になってください、はい、最近上がりましたので、はい、アップしましたので、はい、はい、国守り演説大会、これ第9回ですね、はい、今回ね、はい、まあ、石戸さんって書けばね、うん、もう必ず出てきますので、はい、今ちょっ と, ジャッキーさん今コメントが反映されてますか。反映されてます、ね、されてます、ありがとうございます、はい、そしてハタポンさんが、沖縄が差別にさらされていると県民を、なんて言ったのか、煽りなさいか、はい、現実主義者のことを県に危機をもたらし、はい、チムククルがないと非難しなさい、これはどの町でも効果があります、はいはい、うん、なんてね、なるほどね、はいはい、このなんていうんですかね、はい、サイレントマジョリティと言われている沖縄のこの物言わぬ、ね、はい、人たちが最近はどんどん前に出てきて、はい、まあ、
ね、あの、なんていうんですか、そういう一部の声だけが今までクローズアップされてましたけれども、はい、うん、そうですね、そういう方々がね、だんだん出てきて、うん、この番組もそうですけれども、はい、やっぱりどんどんですね、はい、本当の沖縄の情報を発信していきたいと思いますね。そして、はい、さっきも出ました MX テレビのニュース女子、これまだ、はい、引っ張ってるんですよね、相当ね。まあやることがないですからね、こういうのからやらないと思う。新須賀さんすごいですよ、はい、動画すごいでしょ。逆の意味ですごいでしょ、はい、なんですか、はい、消そうと思っても消せない。あ、消せないでしょうね。消そうと思えば増えますから、うんうん、もう拡散されて、はい、すごい。まあそういう話も含めてですね、はい、今度の土曜日18日、はい、2月18日に、はい、東京 MX テレビニュース女子の真実と題しまして、はい、カルチャーリゾートフェストーネ、これは宜野湾市のコンベンションセンターの斜め向かいで講演会がございます、はいはい、今度の土曜日ね、18日の土曜日、会場18時15分、うん、6時15分開演、18時半、うんうん、はい、入場料はなんと500円、500安いですね、ね、はい、で主催が琉球新報沖縄タイムスを正す県民国民の会主催琉球新報だろう、違う、ね、それを正す県民国民の会ね、はいはいはい、で、席が230席と限られておりますので、はい、うん、先着順ですからですね、うん、お早めにお越しください、はいはい、なるべく公共の交通機関をご利用くださいね、うん、駐車場がちょっと、まあ、狭いのかな、はい、そして登壇される方が、はいはい、日本の心、はい、日本の心を大切にする党から、はいはい、今日本の心っていうふうに党名が変わりまして、はい、杉田美代先生、美代先生、はい、はいはい、そしてそのさっきの正す会の、はい、ガナハマサコさん、はいね、はい、で、時の方、河南スローファーム代表の与田圭司さん、はい、そしてキャスターのボギーテドゴンさん、はい、このお三方、はい、杉田先生を除いたお三方は、はい、ニュース女子のこの MX テレビのニュース女子でインタビューされてテレビ出てました、うんうん、そうですね、この人たちはね、だから、うん、新須賀さんが言っていらっしゃったことに、はい、この方々が完璧に反論できますね、うん、できますね、はい、はい、どうぞ。で一つですね、今週の土曜日、うん、2月18日の6時半からですね、はい、カルチャーリゾートフェストーネ、これ、はい、コンベンションセンターの斜め向かいにある、ね、はい、ラウンド1の横、そう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 、ね、ラウンド1の横の方ですよね、有名なとこです、ね、にございますので、はい、どうぞ、はい、ね、足をお運びください ね、 そうですね、ということでございます。これ、はい、まあ、関連するもんね。そうですね、そういうのね。でここで、はいはい、どうぞどうぞ。いやいや、ジャッキーさんが 今、うん、今だちょっと前ですけど、ないない、昭和天皇様から君二等、まあ、うちの家、うちのじいさんが沖縄の人ですかね。うちのじいさんが新井陽一さんっていう、新井さんっていう、名字は沖縄にはないですね。ない、新しい家はあるんですけど、こういう字はないので、うん、本土の方かと思いますね、うん、あ、そうなんですね、はい、まあね、でも本当に天皇、昭和天皇からね、札幌市って来てます。あ、札幌市ですか。あ、どうもありがとうございます。札幌で聞けるんですね、これすごいですね、世界で。あ、そっか、全世界3億人の方に聞いていただいてますからね、はい、ありがとうございます。さっきさん、またよろしくお願いします。ここでちょっとブレイクタイムを置きまして、はい、みきちゃん、はい、曲をおかけしたいんですけれども、あ、はい、これ多分ね、はい、ご存知ないと思います。知らないでしょうね、はい、これはね、歌詞はちょっとね、私、はい、あの未来さん、はい、この裏に、はい、このこれの裏にね、歌詞もちゃんとあのコピーしてありますよ。資料が多すぎ て、 すぎて、この台本からです。台本が最初の台本の裏に書いてますよ。ああ、はい、1979年のアルバムから、はい、1979年、みきちゃんは生まれてるかな。生まれてないです。生まれてない、ね、ですよね。そうですよね、はい、1979年、未来さん生まれてますね、はい、僕らたちは18ぐらいですか。おお、え、そうなんですか。バラですよ、はい、まあ、18、同い年ですか。ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒で、もうじいさんの世代ですからね、いやいやいや、はい、これはね、はい、まあ、この季節、寝雪ってわかる、寝雪って、寝雪、はい、寝てる時、未来さん寝てる時の雪じゃなくてね、根元の根に根元の根に雪、溶けないね、そうそう、最初に降った雪が溶けないで、上から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 こう降ってきて、もう溶けない、溶けない、普通ね、雪降って溶けたりしますけども、溶けないような、もう秋口に、まあね、でも札幌のジャッキーさん聞いてるんで、まあ中島みゆきさんですから、それはもうね、北海道ですから、なんつってもジャッキーさん、リアクション、ジャッキーさんですか、はい、ね、ありがとうございます。ちょっとじゃあ寝雪を聞いて泣きましょうか。ちょっと一回寝雪、よろしくお願いいたします。はい、みゆきの寝雪、はい、誰
ります。はい。はい、お願いします。フェードアウトしましょう。79年ガンダムが始まった頃か。へえ、ガンダムが始まった。ガンダムか。あ、そうか。じゃあフェードアウトします。はい、はい。一人歩きはみんな寒い。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いや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 、まあ、この歌をずっと聴いてるとちょっと違う世界になりますね。そうですよね。でも寝雪ってロマンチックですね。元々最初に降った雪だけが溶けないってことですよね。そうそう、だん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 ずっと、ね、いや積み重なっていったら全部こう。うわ、めちゃくちゃいいじゃないですか。ねえ、すごい。これハタポンさん、ガンダム始まった頃ですか。79年。そうか。僕ね、大学生の時ガンダムの、映画のなんていうか東映の売り子をしてたんですよ、アルバイトで。私ね、同じ時期にガンダムの中に入ったんですよ、ガンダムってでっかいですよね。ガンダムショーっていうのがあって、あ、なるほどね、アムロレイの、ね、こんな頭でっかちなやつやって、はい、デパートの屋上で子供ショーでアムロの役やってた、はい、実はアクションクラブに入ってて、 その時代なんですね。18歳ですね、はい、18歳の頃ですね、はい、まだ髪の毛がいっぱい長かった。いや今のミキちゃんよりも若い頃若いですよ。でね、その時にね、はい、昔子供賞と新人の歌手の、はい、賞をこう一緒にやってたんですよね。誰がやってたの、新人は。増田聖子。マスター聖子で新人で出てたの。新人だった。あの時ね、マスター聖子と仮面ライダーショーとか、マスター聖子とウルトラマンショーとか、そういうのをやっててですね。すごい。その時は無名なので、はい、全く分かんなくて、はい、まあそりゃそうでしょうね、まあ、当然ですけど、はいはい、その後ですね、ブレイクして、はい、すごい、はい、面白いですね。面白いですよ ね、マスター聖子とか、うん、チェッカーズとかね、はい、その頃出てました、はいはい、その時に、はい、何でしたっけ、あのハートビーツもね、はい、出てたんですよね。あー、ハートビーツね。我らがハートビーツ。ハートビーツはもっと知らないですよね、ミキさん。知らないですね。わかんないですね。多分、はい、うん、チェッカーズまで知ってます。はい、まあ時間もないことですから、はい、すね、コーナー行きましょうかね、はい、コーナー、はい。コーナー行きますか。はい、お願いしますよ。いいですか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。今週はね、ちょっとね。はい、いいですよ。はい、いいですか。はい。それでは参ります。はい。今週のキーワード検索。デジラトンということで、はい、荒井陽一さん、ジャンキーさん、
で雪になるまでには何回も雪が降 り、うん、溶けての繰り返してだんだんと雪が積もり寝雪になります。いやなんか自然な冷蔵庫なんだよ ね、冷凍庫か、冷凍庫ね、冷凍庫でしょうね。すごいね、はい、沖縄に住んでる我々にとっては本当に未知の世界だ、はいはいはい、本当です ね、僕でも10年ぐらい前にずっと札幌行き来てた時期があって。ああそうなんですか、はい、ちょっとだけ行ったことないな、はい、札幌旭川とかね、すごいですよ。もう外の方が寒いですもんね、はい、冷蔵庫より中あったかいです。中も半袖というか、うん、ほぼ裸でも大丈夫なんです。なんかすごい温度差があるんですよね、はい、外の中のね、はい、もうあのいわゆる暖房設備はすごいですね。なんで、はい、なんでそんなに温度あれなんですかね。今日だって寒いからでしょ。いやいやいや、それ分かりますけど、はい、あの聞いてみましょう、ジャッキーさん、なんであまりにも、はい、ね、いやお部屋の中とあのなんていうの外の気温、例えばお部屋の中をね、はい、18度とか20度ぐらいに、うん、18度でしたっけ、いい温度はね、ぐらいですかね、はい、あでも18度でもすんごい暖かく感じるでしょうね、はい、外が寒いので暑いですよ、はい、だから本当にあの半袖というかいわゆる、うん、あのなんていうの、ノースリーブ、あータンクトップ、はいはい、そんなんでも全然大丈夫です、うん、そうですか、はい、あの進めていいですか、どうぞ、時間も、はいね、はい、今回のキーワードは、そうです、はい、天皇家と沖縄の関係、はい、ね、天皇家ね、これは未来さん、ちょっとこれは後々ねいろいろあれしないといけないんですが、ね、例えば、はい、もうね最近建国記念日ございました、はい、神武天皇のお母様が沖縄県出身だという説がありますね、まあ伊是名とかね宮古とかね、うん、諸説あるんですけれども、はいはいはい、天皇陛下のお母様が初代の沖縄出身、へどうします、すごい、ほら沖縄って日本人でしょ、はい、もう最初から日本の元祖じゃないですか、うん、そうですね、でもなんか天皇ってなんか沖縄とはもう馴染みない感じが今までしてたんですけど、うん、でこれ本当はつながってるんですね、ちょっとね、まあ、多少隠されてるところがあるんですよね、うん、で美紀ちゃん、はい、天皇陛下のお仕事、はい、何だと思います、なんか会議に出たり外国人がいらした時に、うん、はい、あと、ね、おもてなし、微笑みながら手を振る、手を振る、はいとかも、あとはもう本当にわからないんですけど、うん、めっちゃいろいろ資料整理、うんうん、印鑑押しとか、あーなるほど、最後の決定、うんうん、社長さんみたいな感じ、うんうん、かな、未来さん天皇陛下のお仕事っていうのはあれですよね、一言、あの日本の、そう、あその神宮の一番上にいらっしゃる方、神官です、うんうん、そう最高の神官、最高の、はい、はい、まあ書いてますね、はい、畑本さん神主だっては、神主さんの一番トップ神主、そうですね、神社長っていうのが日本神道のね、で、はい、普天間神宮も神社長のこの中にちゃんと入ってまして、はいはいはい、その一番トップが天皇陛下、天皇だから、はい、あの天皇陛下のお仕事っていうのは祈ることなんです。そうです、へ、まあ、一言平たく言えばね、はいはい、そうなんですね、神様に祈ること、祈ること、はい、そしてちょっと調べましたら、はい、お正月元旦に四方拝という行事がございまして、はい、朝の4時から、うん、天皇陛下、うん、の授業が あ、はい、あのあれがありましてですね、はいはい、何ですか、お清め、うん、はいはい、これは何ですか、装束に変え、単に早起きなさるのではなくて、はい、お清めをされてご自身をね、はい、で昔の古代装束に身を固められての古式にのっとった儀式をお正月からされるということなんですよね、はいはい、そして、はい、四方拝の儀式は天皇陛下じゃないとできない、うん、他の方側はできない、はい、できないですね、うん、天皇陛下が、はい、ね、具合が悪い時には、うん、もうこの時は中止、うん、そうですね、もうそんなぐらいこだわってる、すごい行事らしいですよ、もうずっとね、つながってますから、ね、はい、でこれはね、はい、まあ、呪文みたいなの大人になるんですけれども、呪文、これは何、はい、何を、祝詞じゃなくて祝詞っていうよりこの呪文みたいな感じですよね、はい、あのね、はい、どういうことをお祈りするかというと、さまざまな国難、はい、国民の苦しみは、はい、我が身を、はい、我が身ね、我が身を通過しますように、はい、という意味で、国家国民の安泰を祈る厄、はい、はい、払いの呪文です、はい、へ、我が身を生贄に捧げつつ、はいはい、神への凄まじい請願であり、儀式を天皇陛下はお正月元旦の4時から朝の元旦されてると、そして、はい、天皇とはその始発のご先祖、うん、アマテラス、大神ね、アマテラスという巨大な太陽神、はいはい、太陽の神様に、はい、
素手で向き合う凄まじいばかりの霊的資質のお持ちの方でなければ務まらないのですということでございますよ、すごいコメントですね、すごいですよ、すごい、はい、そして、はい、想像を絶する神の領域のことが、はい、私たち国民の知らぬところで、うん、知らなかったでしょ、僕も知らなかったですね、粛々と行われており、はい、そこで全身全霊祈られているものは何であるか、うん、それはすごいですよ、うん、何ですか、日本国と日本国民の安穏の、はい、安穏としては安穏というのは安穏、安穏というのは安泰と穏やかと書いて、安穏の幸せ、はい、心を落ち着くということでね、ほのぼのとか穏やかとかね、うん、そして、うん、なんと、はい、世界の平和なのです、うん、元旦に天皇陛下が世界の平和を祈られて、はい、4時から神様にこうお祈りを捧げている、はい、その後、はい、さっきみきちゃんがおっしゃった、はい、皆さんが宮中であの、はい、お手振りお正月にされてますね、はい、その後ですよ、その前にもう素晴らしいこのなんていうんですか、うん、ね、はい、お仕事をそうです、ね、した後に、はい、だから天皇陛下は本来は祭事に始まり祭事に尽きると言っても過言ではない、ね、はいはい、ということですね、未来さん、だからある意味その、まあ、宮中晩餐とかああいうことではなくて本当にもうあの、うん、なんていうんですかね、だから国民ではないですからね、そうですね、天皇家というのはその、まあ、戸籍がないということはちょっと極端ですけど、うん、いわゆるアマテラス大御神という巨大な存在と対峙なされて祈られているという、うん、お立場なので、これはもうね、そうですね、あのジャンキーさんから、ジャンキーさん、はい、新井さん、どっちなんだ、平成30年にそのいわゆる生前退位があると、ああ、はいはいはい、ご上位ですね、うん、はい、僕は退位っていう言葉ちょっとね、あれなんですけど、お譲りになるとご上位ということで、あれってでも、まあ、皆さんに言うと、あの奈良さんはどう思いますか、まあ、僕はいいと思いますよ、いいと思います、もうそろそろ、はい、でもね、あれはね本当は退位できないんですよ、本来は、はい、本来ずっとそうですよね、天皇陛下というのはあの本当にその存在そのものが日本の神道 の、 その頂点に立つことになるので、本来でしたらね、はい、ご公務をこう、ね、はい、だんだんさせていただいて、こう信じ、はい、本当にさっき、ね、言ったように、はい、祭事に始まり祭事に尽きると、はい、それだけやっていただいて、その他は例えば皇太子殿下がね、はい、されるとか、まあね、そういうのがなかなかもうね、だからね、まあ、あれはもうちょっとあの乱暴な意見になりますけど、はい、結局天皇をだとの、まあ、自民党がね変えることができるということは非常にある意味でちょっと、うん、まあ、危ないという言い方はちょっと失礼な言い方かもしれないけども、うん、ちょっと違うという意見もあるんですよね、うん、なるほど、昭和天皇が89歳でしたっけ、はい、ぐらいですかね、はいはいはい、今の天皇陛下は84歳ですね、はい、はい、ということで、ね、天皇のお仕事もね、決まるかどうか分かりませんけど、大変なお仕事ですよ ね、はい、すね、まあ、普天間神宮の一番上は、うん、天皇陛下ということで、はい、ちゃんとこんなに近くにいたんだ、神主、ね、はい、さんはね、そういう本当にその身を清めて、はい、あの汚れをみそぎ払いをしてその神様と言った向かい合うというのが仕事ですから、うん、だからもうそこはね、うん、あの、はい、ということで、はいはい、よろしいでしょうか、はい、いいですよ、今週のキーワード原作でございました、はい、さて、はい、昨日のニュースなんですけれども、はい、去年でしたっけ、はい、米軍の女性暴行殺人事件ありましたね、ございました、あれどうなったんですか、なんか、はい、これはね、昨日の新聞の琉球新報、はい、彼女が悪かったというふうに、彼女が被告弁護士に話す、うーん、悪かったというのはあれでも元々知り合いという話もありますね。いろんな説がありましたよね。もうその突然ね、突然突発的に襲いかかったんじゃなくて、元々二人はあの、まあ、知り合い関係であってメールのやり取りをしとるとか、そういう話もありました、ね。もちろんそれはね、真意はどこかわかりませんけど。うん、あとね、その。あの被害者に落ちたはないという指揮者の談話があって、はいはい、その指揮者の談話で先週我々がご紹介した乗り越えネット京都代表の高里鈴代さんが、はいはいはい、今回は乗り越えネットじゃなくて、はい、強姦救援センター沖縄レイコ代表になっております、はいはいはい、彼女のコメントもございました、はいはい、でその、ニュースの後に、はいはい、まあ、アリバイのように、はい、14歳、回春容疑、教諭逮捕、うんうん、
中学勤務、うん、SNS で知り合う、へーという宜野湾署と県警少年課は宜野湾で起こったニュースですか。いや、宜野湾署が逮捕してますので、あ、まあね、宜野湾かどうか分かりませんけれども、はい、SNS を通じて知り合った女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして、はい、児童買春ポルノ禁止法違反で、県内中部の公立中学校教諭43を逮捕した、うん、名前載ってません。これはその、その先ほどアメリカのあれと同じ時に起きた、同じ日に起きたんですか。いや違います、違う、はい、うん、違いますね。これ去年の12月4日です。12月4日といえば那覇マラソンですよ、うん、はい、午前、はいはい、午後0時40分頃ってもう走ってる時、午後、あ、昼間に起きたの。お昼ですね。夜じゃなくて、はい、そうなんだ。午後ですから、はい、お昼ですね。南部のホテルで18歳未満と知りながら、うん、女子中学生に現金を渡して、うん、みだらな行為をした疑い、これは沖縄のタイムス新報、実名なし。これはそのなんで分かったの。その被害者の被害者女性の方がなんか告発したんですか。これは、うん、何でしょうね。どうして分かったんですか。あ、これはね、はい、なんと、はい、前がある。あ、同教諭は過去にも未成年の女子生徒に対する同様な事件を起こしており、初犯じゃないんだこれ。へえ。ね、この事件から同教諭の携帯を検査し、うん、今回の被害女性とのメールのやり取りを確認したということで、この人、うん、前科がございました。 そして、はい、日テレニュース24では、はい、実名ドーンと出してました、うん、へえ。まあ沖縄は出さないよ ね。で、いや、休憩日出しましたよ。あ、出しました。休憩日のニュースは実名出してました。あ、そうですか。 NHK も出してました。へえ、はい。で、なんとインターネットでは、うん、はい、中学校の名前まで出てます。どこどこ中学、インターネット私はちょっと今言いませんけれども、はい、お名前も言いませんけれども、はい、ただね、うん、あの偶然、うん、前のさっき言った事件ありましたね、はい、殺人事件の方と同じ出資、同じところに住んでる。あ、そうなんだ。へえ、なるほどね。しかも、うん、名前も似てるということだけ言っておきましょう。あ、なんかまあ意図がね。これってあの先生って前科があるじゃないですか、はい、でも教師は辞めさせられないんですかね。そうなんですよ、不思議ですよね、うんうん、沖縄ってね、はい、先生教師がね、はい、あの犯罪を起こしたら名前乗らないのよ、うんうん、ね、不思議でしょ。なんでですかね。沖競争が強いからね。沖競争っていう教師の組合が、うん、はい、強くて、はい、強すぎるぐらい強い、圧力をかけて出すなって言ってる、はいはい、かもしれないね、まあ、ね、しかするとね、強いというのははっきりしてますけどね。実名はもうね、ネットにはどんどん出てますので、はい、しかもこの人だって前があるんでしょ、うんうんうん、前っていうのはあれがね、前科がね、うん、前科がね、うん、札幌市は解雇って書いてますよ。ああ、そうやった実名、ね、うん、そうですよね。くるみさんはお願いしますよ、もう本当に、うん、まあ、どこまでも先生ってあの、うん、これを言ってもいいのかな、テレビじゃない、ラジオで教職でしょ、教職、正職、先生、うん、それから、まあ、おまわりさん、うん、一つお医者さん、うん、3人があのやっぱりちょっと3人じゃないよ、その仕事をしてらっしゃる方、うん、とてみんなじゃないですよ、みんなじゃないですけど、うん、あのそういうなんか温泉地とかで聞いてみると一番ちょっと大変だというふうに言ってました。ああ、そうですか、はい、だからまあストレスがいっぱいあるんでしょうね、うん、ストレスのさ発散をそういうところに持っていくとなんかいろんな変な事件が起きやすい、可能、あの起きやすいと、まあ、パターンが多いみたいで、よくね、はい、あ、お堅い仕事してる、はい、あの教員の方とか、ね、警察官とかね、あのもちろんね、本当に正職の方いらっしゃいます。これもはっきり言っておりますけど、例えばお酒の席でね、はい、急にコロッと変わるとかね、はいはいはい、我々みたいにいつもヘラヘラしてる人はね、はい、あまり変わらないですけど、はい、でね、ちょっと50分過ぎたので、あ、大変だ、途中ですけど、はい、そういうことで、はい、CM 入ります、コマーシャル入ります、すいません、はい、コマーシャル貸してください、はい、もう一つあるんだけどな乗り越えネット、確かに高山さん、新凄さん発言内容がすごいんだよな、往復の飛行機代担当の内容支給します。高山に行ってください、お金あげるから、反対運動しに行けるんですか、言ってください、ここで。へー。
それ問題になってるんですか。あ、問題になってるんですか。市民特派員を都会に送ろう。へぇ、はい、10秒前。はい、9、8、7、6、5、4、3、2、1。いやあっという間でしたね。みきちゃん、今日はありがとうございました。あ、ありがとうございます。急にね、あの代打で、はい、FM ギノワンの、まあね、さきみきちゃんでございます。はい、朝ね、木曜日の朝、はい、何でしたっけ、朝の番組は。あれはモーニングエイトですね。モーニングエイト、木曜朝のパーソナリティのさきみきちゃんに今日は、はい、夜の8時あ、本当だ。ナイトエイトです、ね、ありがとう。朝7時から、7時半からでしたっけ。7時半からです。ああ、そうなんです ね、うん、私聞いてますよ。ああ、本当ですか。すごいいい声してるんですよ、未来さん。いやいやいや、でも今こうやって聞くとね、本当に、うん、まあ、あのお顔も美しいですけど。いやいやいや、声もね、ありがとうございます。朝はね、ちゃんとお顔も映ってますので。あ、そうなんですか。はい、寝起きの顔がドアップで、ね、今日かけた曲は、はい、寝雪。寝雪、はい、寝雪か、寝雪ね、はい、寝起きじゃないですか。はい、ということで、はい、乗り越えレッドね、今日言いたかったんだけどね、これ、新庄さん、さっき言いましたけれども、はい、その9月9日、去年のナイチャー大作戦全集合、はい、新庄さんの発言がすごいので、はい、これ、どん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 向こうはね、消そうと思ってますが、はい、ネット上ではどんどん拡散されてますので、はい、一度、ね、ご覧になってください。はい、そうですね。すごさんですよ。すごいですよ。はい。ね、はい、ということで、未来さん、はい、今日どうでした。今日はなんかね、うん、ちょっと全然違った、こうカリンちゃんのリアクションと全然違う方なんですけど、すいません、面白いです、ね、テンポが違って面白いですよね。本当ですか、はい、違いますか。はい、そうですね、切り口がね、違って面白かったですよね。はい、中共が面白かったな、僕は。中国共産でしたっけ。中国共産党、中国共産党、中部共同組合じゃないですからね。はい、ということで、未来さん、はい、そうですね、はい、はい、新井さん、ジャッキーさん、それからありがとうございます。ずっと新井さんだけになってるの。新井さん、ジャッキーさん、他の方、くるみ岡さん、あ、ありがとうございました。だからもう一つ、もう一つ一方あったような気がするんです。あ、そうですか、はい、ありがとうございます、うん、ありがとう、わざわざね、ハタポンさんね、ハタポンさん、ありがとうございました。それぐらいかな、ね、はい、皆さん本当にあのね、札幌からっていうのはすごい感激しました、ね、未来さん、その天皇家と沖縄の関係はこれからどんどんまたね、あのね、ちょっとまあ別番組でまたそういう話をすることがあります、ね、あ、そうですか、はい、ここでもちょろっとだけじゃあれしてくださいね。そういうあれがありましたね。そうですね、もうね、国体、日本の国体に関するのはもう沖縄から始まってます。もうこれはそうなんですよ、日本のルーツは沖縄から、うん、いろんな理由があって。ムー大陸って知ってる、みきちゃん。ムー大陸、まあ、話がそっちに行くとまたね、ちょっと違って、また今度ね、はい、そういうふうになるとね、はい、はい、ということで、はい、また来週お耳にかかりましょうね。なる、はいはい、さん、未来さん、さきみきのでした。はい、二平デビタン、はい、ありがとうございました。みきさん、ありがとうございました。さきみきさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ね、すいませんね、はい、助かりました、はい、ありがとうございます。また来週お願いします、はい。ごめん、ちょっとごめんなさい。